皆さんこんにちは、美術教室の常尾先生です。保護者の皆様、生徒の皆様、本日は展覧会のご出品、展示誠におめでとうございます。またお忙しい中、お寒い中ご来場してくださり本当にありがとうございます。まずはお子さんにどんな絵を描いたかお話を伺う前に、ぜひお子さんの作品の前で満面の笑みでおめでとうとお伝えください。ご家族皆様で盛大な拍手をお送りしてあげてください。作品を通して作者でもあるお子様のことを褒め称えてあげてほしいです。作品を描きみんなの前に見せるということはとても勇気のある行動です。絵は今の心境、心の内側がにじみ出て気持ちそのものでもあります。自分の心が見られちゃうって結構恥ずかしいことでもあったり、ドキドキしてしまうことだと思います。大人になるとそういうことがなかなかできなく難しくなってきます。プロの絵描きでも展示はとても緊張する瞬間です。だからこそ絵を飾って発表することはとってもすごいことなんです。だからその行為をいっぱい認めて褒めておめでとうと伝えてあげてほしいんです。そしてその後絵についてたくさんたくさん質問してお話を伺ってあげてください。絵について上手とかここはちょっとなとか評価をすることは今はぐっと言わずに我慢してください。質問したり話を聞いてみたりすることはあなたにとても興味を持ってますということを示してくれます。興味を持たれることってとっても嬉しいですよね。幼稚園生にはパパママこの絵を見てすごくワクワクしちゃう、この絵のお話教えてとか、パパママはこの色すっごく好きだけど〇〇ちゃんはどんな色が好きなのとか、パパママこの絵を見ているととっても嬉しくて元気がもらえちゃう、〇〇ちゃんはどんなところが一番この絵の中で好きなところなのとかなど、どんな話でも構いません。ポジティブに認めた後、そして保護者様ご自身の評価ではなく保護者様ご自身のお気持ち、例えばかっこいいなーとか強そうだなーとかかわいいなーとか怖そうとかおいしそうとか、おそういうお気持ちを伝えた後にお子様に質問してあげるといいんじゃないかなと思います。感情は評価ではないので本人にとっても気持ちを受け入れやすく共感してもらいやすいですよね。子供たちは評価をしてもらいたいっていうことよりも作品を通して自分の気持ちを共感してほしいと願っています。そうですね、小学生になってくるとさらにこの絵の中で苦労したところはどんなところとか、この絵のこだわりはどんなところかななど、作品についてのコンセプトやこう狙った気持ちっていうんですかね、そういうのを聞くとその子の本心が見えてきたり、その子の熱い思いが伝わってきてとっても面白いです。小学生以上のネームプレートにはその子のタイトルまたメッセージをする、スペースもございます。そういうのを見るとなかなか面白いなと思っております。ぜひぜひお時間があれば他の生徒様の作品やそういうネームプレートなど、じっくり見ていただけたらと思っております。本日はごゆっくりと
ご観覧、ご鑑賞のほど楽しんでいただければと思っております。みんな、自分のために特別な時間を作ってきてくれたこと、子供たち、本当に心から嬉しく思っております。なんだか誕生日みたいですよね。子供たちは、そういう時間の中で愛されていることを改めて認識できる時間でもあります。ぜひぜひ素敵なお時間お過ごしくださいね。